召し上がってもらったら、次にこちらの桜海老のひげ塩、大根おろし、丼タレ、桜海老っていうのはやっぱりここの地域の一つの特産物っていうか、まあ、静岡ならではっていうものだと思うんですよ、うんうんうん、桜海老イコール由比、由比イコール桜海老になってるので、これがなくなるっていうのは非常にちょっと心配はしてますね、うん、全国の人に食べに来てほしいですね。ちょっとここ近年は全国レベルになると逆にここに品物なくなっちゃうあまり来すぎても困る難しいところですね。難しいところですね。定置網で揚がった美味しい味とか太刀魚ありますから来てくださいみたいな感じでねうん、なるほど。で桜海老も楽しんでってくださいみたいな感じで、うん、